どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はお知らせです。お知らせの2019年もいよいよ暖かくなってきまして、春めいてきまして、どんどんイベント情報更新されていきます。もう平成ではない令和時代に突入ですけどね、3つイベント決まりましたんでご報告します。6月16日沖縄那覇行きます。6月30日は長野県長野市は初登場です。私長野県なのに長野市は行ったことなかったんですよ。待ってますよ。7月14日はこちらも初登場、奈良県でやります。はい、いかがでしょうか。行ったことないところが2カ所。沖縄は、昨年行きましたけれども、もう一回行きます。はい、皆さんウクレレ持ってガズレレイベントに来てください。ほんとね、イベントはね楽しいんですよ。はい、まずね、いい話します。すごくいい話。このね、私の話を聞いてから音楽始めるとまたちょっと感じが違いますからね。あとそれともう何でも質問コーナー、もちろんみんなでいろんな曲大合唱やります。お一人様でも大歓迎。お一人様ね、結構お一人様来るのね、ちょっと緊張するじゃないですか。行きたいけど、なんかな、大丈夫かな。大丈夫。私がいるから大丈夫です。絶対楽しいですからね。いろんなことワイワイやりましょう。はい。各地ね、その情報、詳しいの、やっぱホームページが元になってます。はい、ガズレレホームページ、ここのリンクから、詳しいイベント情報を確認してください。今から予定上げといてくださいよ。そこのエリアじゃないかとね、来てくださっても全然構いませんから。私と盛り上がりましょう。ワイワイやりましょう。よろしく。お願いします。で、いつも言ってるんですけど、リットミュージックの、本が5月30日に発売になりまして、それ100曲、もうそろそろ曲目大公開しますので、今ね、Amazon の予約も受付中です。さっきのホームページにもちょっと書いてますけれども、そんなことですね、いろいろ盛りだくさんなこの今年の2019年の春から夏にかけてなんですけど、皆さん、ウクレレでワイワイやりましょう。よろしくお願いします。ホームページチェックしてくださいね。ブログも書いてますから、ブログ。いい話しなさい。お楽しみにしております。はい、それではイベント、YouTube で会うのもいいですけど、生で会うのもまたいいですよ。私はすごくいい人ですから、よろしくお願いします。はい、じゃあ会いましょうね。ありがとうございました。さようなら。バイバイ。